それでは、ポストモダンと排除社会、えー、最終の第3段落の解説を行います。第3段落は、ポストモダン社会の厄介な二面性という題をつけてみました。では行きます。20世紀のマスメディアは、匿名の視聴者に一つのメッセージを分配する。それに対して、21世紀の情報技術は、 認証されたユーザーにそれぞれカスタマイズされたサービスを提供する。これは前の第二段落でも説明したことになります。20世紀型のメディア、つまりテレビやラジオなどは、不特定多数の何千万何億という視聴者に対して同じメッセージを配信していくわけです。しかし、21世紀型の情報メディアは、 ネットフリックスとかスポティファイとかフールとかを考えてみるといいと思いますが認証されたユーザーにそれぞれのお好みに合わせたカスタマイズされたサービスを提供しますだから学校の隣の席の彼と僕とでは全然違う情報をネットフリックスから受け取ったりするわけですねその結果として当然ですが 現在のメディア、つまり21世紀型のメディアからは価値観や規範意識の共有状態を作り出す力は既に失われています。でその代わり今のメディアが持つようになったものはユーザーから差し出される膨大な量の個人情報であるというわけです。最初の段落にも出てきましたが21世紀型の環境管理型権力 というものは、この膨大な量の個人情報の蓄積の上に張り巡らされていくことになります。ちょっとお少し難しく感じた人もいると思いますので、後で整理して確認しましょう。さあ、次の段落です。20世紀から21世紀にかけて私たちを取り巻くメディアは、 価値観や規範意識を伝える媒体としての存在から、個人情報を収集する装置へと大きく変貌を遂げた。これは先ほどの段落のまとめ直しですね。これを逆にメディアに触れる、メディアから情報を受け取る我々の立場から言い換えてみると、我々は匿名の受動者的存在、受動的存在、視聴者から、 個人情報との交換で特定のサービスを選び取る能動的存在、ユーザーへと変わったということになります。テレビ、ラジオの時代には、どこの誰とも知,れ知らない1億分の1の自分が、ただそのテレビやラジオを視聴していたのに対して、現在の Netflix や Spotify などは、自分が誰であるというのをはっきり明かした上で、特定のサービスを受け取るわけです。 そして、そのようなサービスを受け取るためには、テレビやラジオなどと違って、こちらの情報をたくさん相手に渡さないといけないわけですね。規律訓練型の社会、つまり20世紀型の社会から、環境管理型、21世紀型の社会へ変化していくには、イデオロギーの共有から、個人情報の管理、 という変化、えー。この社会的な変化が必要であったわけです。さて、ちなみにこの文でちょっと注目したいのは、規律訓練型社会から環境管理型社会へ、イデオロギーの共有から個人情報の管理へという変化はと、ここに和があるので、ここまでが主語です。つまり、社会全体の変化は、ここ、ここが主語になっており、 実は、このようなメディア的変化、つまり、ここで述べたメディアの変化ですね。このようなメディア的変化の裏面、かっこ表面、なのである。と言っています。ちょっとここが面白いところです。つまり、このような規律訓練型から環境管理型へという社会の変化は、メディア的変化の裏面なのだ。 メディア的変化の裏側には実は社会全体の変化があったのだということを言ってるわけです。社会全体がこのように変化したからメディアがこのように変化したのだ。しかし、筆者はここでカッコして表面と言い換えてますよね。つまり逆かもしれないとも言ってるわけです。メディアが変化したから社会が変化したのかもしれない。 どっちが鶏でどっちが卵かというのはちょっと簡単には言い切れないよと言ってるわけですねえ少し複雑になってきたので図でまとめていきましょうメディアの変化と社会の変化を並列して並べてみましたまずメディアの変化ですが20世紀型のメディアと21世紀型の情報機器 メディアの機能においては、えー、こちらの方は価値観や規範意識を伝え得る媒体であったのに対して、21世紀型は個人情報を収集する装置になったわけです。そしてそれをメディアを利用する利用者は、匿名の受動的存在、視聴者から個人情報との交換で特定のサービスを選び取る能動的存在、ユーザーへと変わりました。 そしてメディアの力は価値観や規範意識の共有状態を作り出す力、言い換えればイデオロギーの共有をもたらす力だったものがだんだん失われて、代わりに膨大な量の個人情報、それを管理する力となったわけです。一方、社会の変化は、規立訓練型の社会から環境管理型の社会へと変わりました。 そして、どっちが表でどっちが裏か。メディアが変わったから社会が変わったのか、社会が変わったからメディアが変わったのか。これは、どちらとも取れないかもしれない。と筆者は言っています。さあ、ここまでを押さえた上で次に進んでいきましょう。最終段落になります。規立訓練型社会は、 イデオロギーの統一を必要とする。環境管理型社会は、イデオロギーの統一を必要としない。簡単な対比ですね。これは言い換えれば、後者の社会、つまり、環境管理型社会では、特定のイデオロギーと秩序維持の目的が切り離されている、ということである。イデオロギーというのは、社会思想です。 資本主義、民主主義、共産主義などといった社会的な思想と秩序維持の目的が切り離されているのがポストモダン、環境管理型社会ですね。従って、ポストモダン、環境管理型社会においては、厄介な二面性が生まれてくると筆者は言っています。さて、それは何か 一方では何々、ところが他方では何々と言ってますので、ここで対比させていきましょう。一方では、近代的な大きな物語の共生を放棄し、多様な価値観を歓迎する寛容な社会、多文化主義の社会と言えます。ところが、このような社会は言い換えれば、そのような多様性を安全に楽しむために、 絶えず個人認証と相互監視を必要とする強力な管理社会でもある。セキュリティ化イコール排除社会。このポストモダンの社会、イデオロギーと秩序目的が切り離された社会というのは、多様性を認める寛容な社会であるとともに、それを楽しむために強力な管理社会にならざるを得なかった。この二面性を持っている。 というのが、この文章の結論になっているわけです。さあ、ちょっと整理しておきましょう。規立訓練型社会では、イデオロギーの統一が必要。環境管理型社会では、それは必要としない。その結果として、ポストモダン社会は厄介な二面性を持つことになる。一つの面は、近代的な大きな物語の共生を放棄し、 多様なな価値観を歓迎すする寛容な社会という面です大きな物語とは、第一段落の解説でも述べましたが、社会全体で共有できる生きる目的とか、社会の進む,進むべき道とか、哲学とか、そういったものです。例えば、戦後の日本社会では、戦後復興とか、経済発展とか、消費は美徳とか、 発展、成長といった大きな物語を共有できたわけです。平成の時代に入ってからも、資本主義、あるいは学歴社会、良い大学に進んで良い会社に就職することが幸せだ、などということを共有できていたわけです。ところが、近代的な大きな物語はポストモダン社会になって、もう放棄されてしまいました。 今は様々な価値観、様々な生き方をみんなが歓迎する多様性を認める寛容な社会になったわけです。こうでなければならないというのはもうほとんどなくなってきているわけですね。そういう意味で多文化社会と言えます。しかし、そのような多様性を安全に楽しむためには多文化、多様性を認めるということは 例えば、危険な思想とか、人を傷つけても自分が満足できるからいいじゃないか、といった危険な思想も入り込む可能性、危険性があるわけですね。そこでどうやって安全を確保するか。絶えず個人認証と相互監視をすることによって、その社会にいる人たち、その社会に属する人たちを管理することによって安全を確保するわけですね。 すなわちセキュリティ化をすることによって危険を排除する社会になったわけです。こういう社会では一旦危険視されたらそこから排除されていくわけです。そういう意味では非常に怖い社会とも言えます。常に自分の ID とか自分のアカウントというものを社会全体にさらして防犯カメラとかによって 自分が管理されることを受け入れないといけない社会ということになります。え現在はすでにもうほとんどこういう社会になっていると言えますよね。何かの犯罪が起こった時に様々な防犯カメラの映像がつなぎ合わされて犯人の足取りが終えてしまうわけですえ。自分は悪いことしてないからいいじゃないかとお思う人いるかもしれませんが疑わしいというだけでいつどこに自分がいて何をしていたか というのが明らかになってしまうわけですね。必要となれば、インターネットの検索履歴から、YouTube の動画の視聴履歴、Amazon での購入履歴、そういったものが簡単に明るみに出てしまう。自分にとってのプライバシーというものはもうほとんどないに近い社会。こういう多様で多文化な価値観を認める社会である代わりに、 このような形で安全を確保しないといけない。そういう二面性を持った社会がポストモダン社会ということになるわけです。確かに一つのイデオロギーによって、そこに属する人たちの考え方を統一する必要はなくなった。統一が強制されることはなくなったわけですが、違う意味で監視、拘束、排除がなされる社会になったと言えるわけです。 この厄介さ、恐ろしさということをしっかり踏まえておかないと手放しでポストモダン社会は歓迎できないのだということになるわけですね。最後にちょっとゾッとするようなこの社会の一面を説明されたような気がします。以上でこの解説を終わります。